ぜひですね岩田厚大学で一緒に勉強してまいりましょうよろしくお願いします こんばんは、ヨタです、えー。今日取り上げてみたいニュースはですね、山口二郎氏の女性別紙ツイート。まあこれ、山女,女性別紙ツイートの話だけするわけじゃないんですけれども、えー、まずですね、ちょっとびっくりしたのはですね、私、えー、たまにね、山口二郎さんのツイッター見るんですけど、最近ですね、ちょっとね、なんかこう、石原慎太郎批判とかね、初めて、なんか、 ちょっと、まあ、元からなのかもわからないけど、ちょっとリミッター外れてんなという気がするんですよね。なんかね、もう制御不可能な感じに入ってきてて、えー、びっくりしたのはこれですよ。今、女子アイズホッケーを見ているのだが、 別にいいですよね。アイスホッケー見ててもね。これおそらくオリンピックですよね。で、女子とはいえすごい迫力。徳子姉妹は法政大学の出身なので、一層熱く応援する。というふうに書かれてますね。まあこれ私ね、本当にまずこの徳子姉妹がですね、あの法政大学出身というのはね、知らなかったんですけれども、 ね、かわいそうだな、というふうに思ったのはですね、だいたい山口二郎さんに応援される政党っていうのはですね、どうなるかって言ったら、立憲民主党見てくださいよ。もうズタボロボロボロに分けるわけですよね。だからね、このごね、このお姉妹でね、山口二郎さんに応援されちゃったら、気の毒だなと。でも罪はないですよね、法制大学に行っただけでね、たまたまそこにね、ちょっと変わった方がいたということですからね。でもね、私がね、一番びっくりしたのは、上司とはいえすごい迫力って、これね、どう聞いてみてもね、 この女子のアイスホッケーは男性に比べて迫力不足であるっていうのは前提にありますよね。これどう考えてみてもね。私は知らないんですけど、女子ホッケーとあの男子ホッケーとね、いろいろわかりませんけれども。だけどね、女子とはいえすごい迫力っていうのはね、これはね、明らかに女性蔑視ですよ。で、これね、もしですよ、山口二郎さんじゃなくて、 森、あの、前会長がですね、もしこれ言ったとしますよね、なんかの時に大会に行ってですね、アイスホッケー見てるけどあ、女子とはいえ、すごい迫力だとかなんかもし言ったら、女性蔑視発言とか言ってもう、わー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 叩かれますよね。でもね、自分たちはこの平気でやるわけですよね。ここにね、私は、あの、リベラルという病を見ますね。要するにね、ダブルスタンダードなんですよ。簡単に言ったらね。だって、女子とはいえ、すごい迫力。いや、それはそうだと。 ね、こういう方もいらっしゃるんで男の方がね、やっぱりスピードが違うんだとかね、言ってね。だからこれは事実言ってるだけだというふうに言えるかもしれない。だけどね、やっぱり、ね、こういうことを女性だからとか男性だからっていうのをね、言うのは良くないって言ってるのは、 リベラルの側ですよね。で、私はね、これね、おかしいと思いますね。例えば、私は、あの、スポーツは全然詳しくないから分かりませんけれども、そのね、男性だから、女性だからっていうことを言ってはな、なんてあれだけ言ってる人たちがですね、女子とはいえすごい迫力、なんてね、こういう表現を使う。なんですごい迫力でいいじゃないですか。女子とはいえなんて、これもう、削除すればいいだけの話ですよね。わざわざなんで女性の方はね、男性よりも迫力不足であるっていうことをね、前提としたようなね、喋り方で喋らなくちゃいけないのか。山口二郎さん、ちょっとおかしいんじゃないですか かというふうに思ったわけです。昔ね、森、えー、会長は何て言ったかって言ったら、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかりますと言ったわけですね。これがすごい、はい、あの女性別詞だとえ。女性っていうのは優れてるところですが、競争意識が強い。 誰か一人が手を挙げると自分も言わなきゃと思うんでしょうね。それでみんな発言されるんです。結局女性っていうのはそういうあまり言うと新聞に悪口書か,かれる。俺がまた悪口言ったとなるけど、女性を必ずしも増やしていく場合は、発言の時間をある程度規制しておかなければなかなか終わらないから困ると言っていて、誰が言ったかは言いませんけど、そんなこともあります。まあ、これ自分の話じゃないんですね。人のからこういう話聞いたっていうことを言ってるわけですが。まああ これもね、女性からしたらですね、いや、そんなことないよと。私たちのね、会議別にパンパンと終わりますよという女性のね、反論だってあると思うんです。で、で、そういう人たちがいたからね、ね、まあ、これが非常に問題にされたわけですね。まあ、ターゲットにされたわけですよ、森さん。ところが、この山口次郎さんはね、やっぱりこの女子とはいえすごい迫力っていうのは、これね、森さんだったら絶対戦える発言なのに、リベラル。 っていうね、この立憲民主党のね、イデオローグですからね、山口次郎さんで、市民連合とはね、やってますよね。で、そういう人に向かってはですね、行かないわけですね。ここはね、やっぱり私はね、本当にね、なんか日本のリベラルっていう人たちのね、おかしな点だな、というふうに強く思います。で、ここの石原批判っていうのは何言ってるかって言ったらですね、 亡くなった時ですよ、これ。石原慎太郎の不法を聞いてっていう。だから、お亡くなりになりましたと言った時に、改めて彼が女性や外国人など多くの人々を侮辱し、傷つけたことを腹立たしく思う。日本で公然とヘイトスピーチを負け知らして良いと、差別主義者たちを安心させたところに彼の滞在があると。といやいや。 女性を侮辱して、あなたは今日やってること女性侮辱してるじゃないですか。女性とは、女子とはいえすごい迫力。何ですかこの表現はと。女性別視じゃないですかと思うのにね。自分のことは棚にあげて、で、この石原慎太郎さん。私はねあ、こういうね、批判はね、するのは別にいいと思うんですよ。政治家を批判する。ただですね、亡くなって、その時にね、わざわざね、そんなこと言う必要はあるか。あの、あの時私はね、C さんの方はね、立派だと思いましたよ。共産党のね。あの、それについてね、言わなかったですよね。石原慎太郎さんについてね。今日はね、そういうことね、あの、なんか言う。 あれじゃないっていうことで、言わないと。やっぱりね、せめてね、私は沈黙を守るっていうのもね、うん、あの礼儀の一つだと思いますよ。あの、亡くなった日にね、ご家族とか悲しんでる人いるし、愛読者とか悲しんでる人いるのにね、で、それに対してね、こんなね、なんか、部別的なね、言葉をですね、投げつけるっていうのはね、やっぱ私はね、日本人の感覚としてね、ちょっと、 無理ですね。たとえね、私は、例えばですよ、土井貴子さんとかね、お亡くなりになったでしょで、それから、あとは、例えば、社会党、共産党でもね、いろんな、亡くなりますよで。その日にね、わざわざね、その人のね、人生をね、否定するような言葉をね、投げつける必要あるかっていうふうにね、私は思うんですね。いや、本当にね、ここはね、まあ、 私は日本人の常識だと思うんですよね。いや、せめてね、え今日は、このお亡くなりになった日だから今日ぐらいはやめとこうよと。悪口はやめとこうと。なせめて言わないでおこうと。ね、ご冥福を祈りしますまで言えとは言わないですよ。だけどね、ちょっと批判を控えようというのはね、私は、これ日本人のいいところだと思うんですよね。そういうなんていうか、思いやりっていうかね、武士の情けというかですね、あその相手で,で,であってもね、今それに対しては、 ここがやめとこうという判断。これ僕はね、素晴らしいと思いますね。墓まで暴いてね。なんかもう、死者をね、こう、なんていうのかな。ま、またね、お墓を暴き出して、そこから死者に無打つっていうね、文化より、私はね、こういう文化、日本の文化の方がいいんじゃないかなという気がしてます。で、さらにですね、長島昭久先生にもね、これの、食ってかかってですね、長島昭久という政治家は、無節操だけでなく無知のようだ。ヘイトスピーチを垂れ流した、石原慎太郎への私の批判がして、ヘイトスピーチとは、あ、聞いて呆れる。 公共空間における公人の言葉遣いを真っ先に破壊したのが石原だった。その悪影響は、えー、今日ますます強まっている。なんていうことを書いてるんですねな。石原慎太郎に対するヘイトスピーチだっていう言い方は、確かにね、山口次郎さんがおっしゃる通りですね、ヘイトスピーチには当たりません。これは。要するに、えー、批判、悪口ですね。誹謗中傷とかには当たる可能性があるけれども、ヘイトスピーチには当たりません。ヘイトスピーチっていうのはですね、基本的に何かの集団にね、属してるという、そこ、例えば 例えば、な,なんとか族とかですね。何々人とかね。で、例えばですね、日本人は汚いとかですね。こういう発言はヘイトスピーチですね。えつまり、日本人はずるいとかね。で、こういった、つまり、日本人はって枠組みの中にえ、全員をね、押し込んでしまって、その中の例外を認めてないわけでしょ。要するに、いや、嘘つく日本人もいれば嘘つかない日本人もいるって当たり前のことなんですけれども、日本人は嘘つきだと。 だから、お前は日本人だから嘘つきなんだと。こういう論法ですよね。これがヘイトスピーチなんですよ。この、集団、ある集団に帰属してると。で、帰属してるという一時をもってね、その人の人格を全部否定してしまって、その人の人格を勝手にね、もう決めつけちゃうと。 これはヘイトスピーチなんですね。だから、よくね、あの、悪口のことをヘイトスピーチだっていうふうに、あの、おっしゃる方いらっしゃるけど、それはね、間違ってると私は思いますね。だからヘイトスピーチっていう言い方は、やっぱりこの所属とか集団とか貴族とか、そういったものを絡んでくる問題だから、ヘイトスピーチって言い方はね、あの、これは良くない。ただしですね、 無知だとかね、えー、こういうことをね、言ってますけれども、私はね、長島先生は、あこの石原慎太郎さんとですね、大変親しい関係があってですね、でその中でですね、死者を傷、まあ、むということをやってる時にですね、みんな、この訃報を聞いてとかね、なんかいきなりこの侮辱するような発言をね、山口さんがして、まあ驚かれたんだろうというふうに、その気持ちはね、よくわかります。いくらなんでも、日本人だったら、もうちょっと、 日本のやり方っていうのはそういうやり方しないでしょうと、こういう、こういうことだというふうに思うんですけどね。で、まあ、そんなことであってですね。ただね、じゃあ山口二郎さんっておかしいなというふうに思ってたんですけれどもね、私がね、この中にね、あの、すごいね、やっぱり、この人とやっぱり私は本当にね、考え方合わないなと思うのはですね、カンナウトさんをね、なんかすごい応援してるんですよ。何、何応援してるんだろうと思ったらね、カンさんの、カンさんってあれですよ、あの、 元総理の、ああ、菅さんの政治家人生最後の貢献だ。私も応援する。チンピラ維新をこれ以上のさばらせてはならないと。な維新とね、まあ、カンさんが、すごいやり合ってるのに、それにね、なんか、また寄せばいいのにね、山口二郎さんが加担する。で、山口二郎さんが加担すると、これ必ず、加担した側負けるから、これ菅さんも可哀想になというふうに思いますけどね。で、まあ、このね、何が、あきっかけだったかっていうと、皆さんもご存知の通りですね、菅直人元総理がですね、維新、 もう、維新じゃないのか。え、橋本さんと維新のことをですね、あの、要するに、えー、人らになぞらえたわけです。で、これについてなんですね。で、どう思うかということなんです。どういうことを言ってるかっていうとね、実際に読んでみますよね。菅直人さんが言ってるのは、橋本賞はじめ、弁舌は極めて歯切れが良く、直接話を聞くと非常に魅力的。しかし、維新という政党が、新自由主義的政党なのか、それとも福祉国家的政党なのか、基本的政治スタンスは曖昧。 主張は別として、弁説の巧みさでは、第一次大戦後のえ混乱するドイツで政権を取った当時のヒットラーを思い起こすというふうに書いてるんですね。まあ、これがですね、侮辱であるというふうに維新はこれ取ってるわけですね。で、まあ、でも、これね、私はね、おかしいなと思うのはですね、この維新という政党が新自由主義党なんか主張は別としてっていうのはヒヒトラーを思い起こすっていうのはこれ誰のことなのか。 橋本氏をはじめ、弁舌は極めてというふうに書いてあると複数いるように見えるんですけどね。ヒトラーは一人しかいませんからね。なんか変な表現。ナチスを思い起こすだったらね、正当ですからね。まあそのナチス的だという言い方はね、できるかもしれない。なんかちょっと橋本氏個人に対する批判なのか、維新に対する批判なのか、ちょっとそこら辺がわからないというふうになっているんですけれども、私はね、珍しくですね、カンダトさんのことを応援するわけじゃないですよ。ただね、 この表現を侮辱であるというふうに言ってね、高等の最高顧問かな立憲民主党の。をこういう発言することはけしからんというふうに維新が言って争ってますよね。小競り合いというかですね。えー、例えば、松井さんはですね、民間人と我々をヒットラーを奪わりとは、誹謗中傷を超えて侮辱ですというふうに書いてる。で、さらにですね、馬、え、場、ー、さんがですね、えー、直接抗議しに行ったと。カンナスと。で、これはですね、 まずですね、菅さんはですね、橋本氏は現在、維新とどういう関係にある人物かっていうふうに聞いた。そしたら、今は全く関係ないっていうふうに馬場さんは答えた。そしたら、なぜ全く関係がない橋本氏の問題に維新が抗議するのかっていうふうに言ってですね、維新の抗議は受け付けないというふうに言ってですね、これに対してですね、馬場氏は、非道の限りを尽くした独裁者になぞられた侮辱発言は断じて見過ごせないということで、謝罪と撤回を求める抗議文を手渡した。 ところが、これに対して、監視は、お帰りくださいと、連呼し、馬場氏を追い出したというふうな形になっています。で、私はね、 このカンナオトさんの表現がうまい表現だとも思わないし、えー、それが適切であるとも思わないんですね。つまり維新がヒトラー的だっていうのはね、えー、そんな当たってるところと当たってないところといろいろあると思うけれども、でも私はこれについてね、カンナオトさんを擁護するわけじゃないです。ただね、政治家とかあそういった人のことをヒトラーに似てるとかですね、そういう批判というのはあっていいと私は思います。つまりこれは表現の自由。 であるというふうに考えます。私はね、なるべくね、表現の自由ってのを認めた方がいいと思います。ただね、やっぱり日本国民として許しがたいのはですね、天皇のね、昭和天皇の顔写真をね、燃やして、それを踏みつけてね、これを芸術だとか言ってね、これをね、税金でね、こう、みんなに見せようとかね、これは私は本当に腹渡がにえくり返るというかですね、思いがしましたね。これもふざけるなと思いましたね。だけどね、 このヒットラーになぞらえるっていうのは私はあっていいことだと思います。なぜかと言ったらですね、やっぱり民主主義っていうのは私はあんまり決してね、最善の制度だとは思わないんですけれども、でもこれによりね、いいシステムっていうのはないわけですよね、今のところね。で、 多分おそらく出てこないと思うんですね。政治っていうのは完璧な政治なんてできっこないわけですからね。だけど、じゃあ民主主義の中で気をつけておかなくちゃいけないことって何かって言ったらですね、私はそれはね、やっぱ一つには民主主義から独裁が生まれるという、このね、危険については我々はやっぱり常に意識しておく必要があると思うんです。それがやっぱり20世紀の歴史に学ぶっていうことだと思うんですね。要するに、ヒトラーっていうのはですね、テロルも使いましたけれども、極めて合法的にね、権力の基盤を固めていくわけですよ。で、それ熱狂的にナチスを支持した国民もいたわけですね。だから、 その国民の人気さえあればね、民主主義は何でもやっていいんだとででいう、そうはなりませんよというね、事例として私は常に民主主義社会っていうのはヒットラーというものをね、あの考えておく必要はあると思うんですね。ただ、それが橋本さんとか維新に当たるか当たらないか、これは別の判断ですよ。いいですか私が言ってるのは、カンナウトさんの発言がこのコンテクストの中で素晴らしいと言ってるわけではなくて、その内容はね、 どうかなというふうに私は思うんです。だけど、まあ、このやり方はヒトラー的だとか、そういう批判は私はあってしかるべきだと思います。でむし、むしろですね、この、怒るのもわかりますよ。維新側がふざけるなとで。でもね、それは我々はヒトラーじゃないっていう言い方でね、言、え、う、ー、言い方を、ね、した方が私はいいと思いますね。つまり、その、その発言取り消せとかね、言うとね、じゃあ、 本当にヒトラーみたいな人が出てきた時にですね、これヒトラー的だっていうふうに言ったら、それがね、侮辱だというふうになってしまったらですね、批判が批判としてね、機能しない社会になっちゃう。で、それは私はね、怖いというふうに思います。だからね、維新の政治家をヒトラーになぞらえる件、でに多くの人が指摘しているが、維新のような貧性下劣な政治家を抱える政党が、なんとなく変革の機種として期待を集め、政治における言葉の高度を破壊し、憎悪と敵意を解禁したことは、ナチス対等過程を想起させる、立憲を言いがか,かりに付き合うなって山口さんが てるんですけど、まあ、私はねこのね「貧性下劣」だとかねなんか維新のよ維新の人はねみんな貧性下劣な政治家なんだとかね、えー、これ私ね全然よくわからないですねな何をもってそんなこと言ってるのかね、うん、分かりませんけれども私から見てたらですね貧性下劣っていうのはですね立憲民主党じゃないかなというふうに思いますけどね貧性下劣ああな何か言いましたよね。 ホンダさんでしたっけなんか、50歳と、え、十何歳が付き合っていいんだとか、なんかもうね、ええー、と、いうふうに思われた方多いでしょで、あの方が今何,何されてるか知ってますあの、米山さんの、あの、新潟のね、あの、米山さんの制作秘書になってるそうですよ。まあ、変わり者同士、なんか、はあと。で、こういう人たちに向かって、山口さんが言ってるのかなと思ったら、品性下劣っていうのは、維新に向かって言ってるんですね。まあ、ちょっと、ここはよくわからないしね。維新もこれ怒った方がいいと思いますけどね。 で、ただね、私は、え、維新の政治家をヒトラーになぞらえるっていうことは、別に、私は賛成しないけど、そういう人がいてもいいというふうに思います。実際私はね、あの、ヒトラーっていうのは、ね、その、なんていうのかな、全部のね、中で、これがヒトラー的なものっていうのはいくつもあるんです。最終的に彼が許されないのはですね、何かって言ったら、それは私何回も言ってますけれども、ジャノサイドというものをね、20世紀のドイツで行った。 つまりユダヤ人をですね、地上からね、抹殺してしまうと。まあこういうことをね、やろうとした狂気の独裁者だった。だからその点についてね、私は、あこれをね、あの、用語するつもりなんか1ミリもないです。むしろ徹底的に批判してる側なんですね。だけど、例えばヒトラーのね、そう、どうやって政権をね、取っていくのかっていう、この過程とかね、で、演説によってね、スピーチの力があって、国民をね、ファーっと熱狂させる力があったのも事実なんですよ。 で、ここね、悪っていうのは、悪そのものだから、怖いんだというふうにないんですよね。魅力がね、なきゃ、独裁者になれないですよ、どう考えたって。その魅力をね、見た時にね、とふわーっとこうみんな引き寄せられちゃう。そこがね、怖い部分はあると。だからね、これはヒトラー的なんじゃないかとかね、批判っていうのは、私はあって、叱るべきだというふうに考えてます。事実、私はね、あら、私もヒトラーって批判したことあるなというふうに思ってたら、なんでしたのかなと思ったら思い出しました。私はね、小泉さんのことをね、 小泉ってあの、息子さんじゃないですよ。あの、お父さんの方ね。えー、純一郎さんのことをですね、ヒトラーの手法を思い起こさせると言って批判したことがあります。えー、これ、もうずいぶん古い本なんですけど、逆説の政治哲学っていう本がありまして、で、この中でヒトラーのことを紹介したあ時があるんですね。え、我が闘争の中、ね、の大衆操作方法をね、ヒトラーが書いてるんですよ。面白い本なんですよ、我が闘争って。大衆ってのはね、愚かだから、こうやって操作しろって、 大衆に向かって書いてるんですよ。そ,それね、えー、見てみながら、喜んでるわけだから。どれぐらい本当に読んでるのかな、というのがね、あの不,えー、の不思議なんですでも、私は、ね、我が党総は読んだ方がいいと思うんですよ。これ、あの、あなるほど、こうやってやってるんだと。で、その中にですね、やったのはですね、何かと言ったらですね、えー、こんなこと書いてある。人々が一般にを成果を戦い取ろうとするならば、純粋に心理的考慮からも、決して大衆に二つ、またはそれ以上の敵を示してはならない。 要するに、大衆には敵を一個だけに絞れと、こういうふうに言うわけですね。一個だと。二個も三つも言っても分からんと。だから一個だけに絞れと。で、これをですね、私は抵抗勢力と、こういうふうに名付けてね、自分の改革をね、優勢民営化というものにね、反対する人間をね、抵抗勢力だ、というふうに言って、劇場型にね、仕立て上げた、当時のやり方がね、これまさにヒトラーが言ってるですね、敵を一つに絞り込むというやり方にね、酷似してるなというふうに思ったんですね。例えばですね、 こんなことも書いてますよ。いろいろの敵を認識することは、弱い不安定な性格の者にとっては、自己の正当を簡単に疑わせるきっかけだけを作りやすいから、この次の重要。別々にいる敵でさえも、ただ一つの範疇に属していると思わせることが、偉大な指導者の独創性に属しているのだ。つまり、敵はね、本当はいくつもあるんだと。だけど、いくつもね、えー、言うと、人間っていうのは、 分からないし、なんか不安になってくると。ど、ど、っちが悪いのと、ああいうふうになっちゃう。だから、一つだけにするんだで。まさにやったわけですよ、彼は。 人類の最愛の敵はユダヤ人だというふうにやって、これ絞り込んだわけです。で、だから彼は陰謀論者ですからね、これも全部ユダヤ人がこう動かしてるんだと、世界をね。で、でそういう悪い奴らが背景にいるんだと言って攻撃したわけですけど、まさにね、大衆にはね、一個しか示さないというやり方をね、本当にやってるというふうに思いますね。で、もう一つですね、ワンフレーズポリティクスっていうのが小泉さんの時から流行りましたよね。なんか一言でなんかやっていくっていうやり方ですね。で、構造改革なくして景気回復なしとか,なんかこれ、うんと 構造改革と景気回復ってあ、景気回復って何か関係あるんかと。こういうふうにねあの、よく考えてみたら、全然それ違うんじゃないのあの時そうだったんですよ。優勢民営化さえやればね、もうなんか全ての状況が良くなるみたいなね、えー、いうような、あのー、宣伝がされてましたでしょ。あれもね、これに基づいてるんですよ。実がね、こうやって言ってるんです大衆の需要能力は非常に限られており、理解力は小さいが、その代わりに忘却力は大きいと。 はあうん、大衆っていうのはですね、能力が受け止めるキャパシティがすごいちっちゃい。愚かだと言ってるわけです。だから、人らほどね、大衆を馬鹿にしてる人は実はいないわけですよ。だからこそね、理解力は小さい。だから、その代によく忘れてくれると。だから、昨日こういうこと言ってたよ。覚えてないと。10年前のことは。誰も覚えてないと。こういう,うになってくるわけですよね。だから、この事実から全ての効果的な宣伝は、 重点をうんと制限して、そしてこれをスローガンのように利用し、その言葉によって目的としたものが最後の一人まで思い浮かべることができるように継続的に行わなければならない。 えー、人々がこの原則を犠牲にして、あれもこれも取り入れようとすると、すぐさま効果は3万になる。それ1個だけ絞って、とにかくそれずっと言って、繰り返し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 言うんだ、ということをですね、えー、言ってるわけです。だから、もう敵はもう、おこのユダヤ人なんだ、というふうに人た言ったわけれど、だから、優勢民営化ね、すれば、何でも良くなるんだと。と景気も良くなると。優勢民営化が日本を変えるんだと。 これもうバーッとね、あの,その、ずっと言ったで、その次にね、これ同じようなことをやったのはね、それは知恵者がいたのかどうかは知らんけど、やっぱり政権交代という、この4文字だけでね、政権取りましたね、民主党はね。他に何にもない、ね。政権交代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 と言った。それから、あれですね、コンクリートから人へとかですね。うん、これもう、なんでと。 コンクリートから人へってどういうことやとこういうふうに思いますよね。よく考えてみたら、コンクリートがあって人が生活してるんだから、コンクリートと人ってのは、コンクリートから人へっていう、この変なスローガンなんですよ、これね。よく考えてみると。だけどそういうことはあんまり考えないんですよ、みんなね。なんか語呂合わせいいじゃないかと。 お、コンクリートから人やだよとかなんかよくね。こういう感じでなってしまう。これは私は、これヒトラーのやり方に似てると。で、だから小泉さんのやり方、敵を一,人一つに絞り込むとかね、こういうやり方ってヒトラーの我が闘争をね、まあ、字で行く。読んでるのか読んでないのかわかりません。ちなみにこのね、我が闘争で、このヒトラーがこれを学んだのはどうやって学んだかっていうと、 ルボンという人がいましてね、群衆心理って本を書いてるんですよ。で、独裁者はね、こういうことをやるから気をつけなさいよということをね、えー、ルボンは書いたんです。大衆に向かってね。だから、えー、大衆はね、こうやらせちゃいけない。ところが、その本を一生懸命読んでね、勉強したのがヒトラーでありレーニンなんですよね。だから面白いです。私は学術文庫からね、えー、群衆心理読むことできますけど、これをね、全く応用してるのがヒトラーの我が闘争なんです。だから、そういう意味においてね、 このやり方はヒトラー的だなとかって思うときにあるわけです。で、それをこれヒトラーのやり方に似てるよと、こういうふうに言ったときにですね、ヒトラーっていうのは侮蔑です。いや、でもやり方はこれ似てるじゃないですかと、こいうね。だから、ヒトラーに似てるっていうのはね、やっぱ根拠をしっかり示していけばいいだけの話なんですよね。だけど、ヒトラーって言っちゃいけない。このやり方はね、私は良くないと思いますね。まあ、アンさんのやつはね、えー、言ってるのはね、弁舌が巧みであるという点でヒトラーを思い起こすと、こういうふうに言ってるんですよね。だから 必ずしもこれはね、悪口ではないわけですよね。弁説が巧みでヒトラー的だというのはね。で、確かにヒトラーっていうのはですね、学歴もなければね、何もない中でね、弁舌だけでね、まあ、し上がっていったわけですから、民主主義のね、中においてね、この弁説力っていうのをね、非常に駆使した政治家の一人であるという点は間違いないと思います。ただ、その破局がね、やっぱりもうその、なんていうのかな、国家全体はもう本当に、 もうぶっ壊しちゃったわけですよね、ドイツという国はね。まあね、あの、ドイツの最後の戦いとか見てますとね、本当に悲惨ですよね。もう、軍人たちはね、もう誰も一人ーに言うことに逆らえないわけですよ。だから、人ーが無茶苦茶な作戦とかね、やっても、それに対してノーっていうふうにできないわけですよね。まあ、ああいう国になってしまったらね、本当にもう、あの、戦争でね、よく、日本のね、悲劇については日本人の人いっぱい知ってますけど、ドイツもね、相当ひどいです。なぜ,なぜかって言うと、まずね、 ロシアとね、戦争やったでしょう。で、ロシアに行く過程で、まあ、ド,あのドイツ人がひどいことしまくったわけですよね。で、今度ロシアが来るでしょう。で、今度はロシア人がひどいことしまくるわけですよ。だからここの間にあった国々。 まあこれブラッドランドなんて言い方しますけどね。ここのね、あの、ドイツと、このソ連のね、間の国々ほどね、可哀想な悲劇的な国ってないわけですね。だからまあそういう意味においてね、ああいう独裁者っていうものはね、まあ二度と出てきてほしくないんですけど、民主主義っていうのは、やっぱりそういう人が生まれる可能性ありますから。だから私は、 この、カンさんにも納得しないし、その、維新のチンピラだとかなんか言ってる、このチンピラ学者にも全然私は、こっちの方もずっとチンピラだと思うんですけどね、維新の政治家よりね、このなんか、お前は人間じゃない叩き切ってやるとかね、私ね、維新の政治家とね、お前は人間じゃない叩き切ってやるとかね、性的に向かって言ったような人ね、見たことないですよ。まさに、チンピラ、ゴロつきの類じゃないですか、人間じゃないから叩き切ってやるなんてね。もう皆さんね、本当にね、 気をつけてくださいよ。あの、法政大学付近の方ね、犬とか猫とかね、大事にね、なさってくださいね。お前は人間じゃない、たき切ってやるということは、犬とか猫とか見たらどうするんだって話になるじゃないですか。人間じゃないことこね、もう恐ろしいですからね。私はね、まあお、おかしいと思うが、しかし、ヒトラーを想起させるとか、ヒトラー敵であるという批判は、民主主義社会の中で、 許容されるべき。そして、えー、それを我々は、やっぱり常にヒトラーが出てこないかどうかっていうのを、我々はやっぱりそこをチェックするという必要があるというふうに考えております。いやー、これね、すっごいいいこと書いてあるなーというふうに思ったんですよね、この本。ね、誰が書いたのかなと思ったら、私でした。ということなんですね。さて、イソップくように行きたいと思います。えー、167番、ハエ。ハエが肉の鍋にはまり、肉汁に溺れそうになって独り言をして、えー、言うには、 俺としては、食ったし飲んだし風呂にも入った。あとは死んでも構わない、えー。死が苦痛なしにやってくるとき、人間は容易に耐えるということをこの話は解き明かしている。 うん。苦難なしに苦痛なしに。安楽死ってことですかね。だからね、これ安楽死ってね、結構賛成の方ともね、いらっしゃるかもしれないんですけどね。やっぱり、ね、これ安楽死のこともね、やっぱり思い出すと、私はね、安楽死っていうものをね、認めるっていうのは結構怖いと思ってて、これもね、やっぱりヒトラーにきつくんですよね。あの、ヒトラーがですね、えヒ、ー、トラーってユダヤ人虐殺がすごく有名ですけれども、ユダヤ人より前にね、地獄のね、障害者。 殺戮するんで、すよねで精神障害とかね、そういった人たちですね。で、その時のきっかけとなったのはね、あるお父さんがですね、もうね、精神にも障害があって、手足も揃わないでね、もうこの子をね、安楽死させてほしいと、生まれて子供なんですけど、生まれててもね、このままじゃないもう不幸にしかならないというふうに言ってね、認めてほしいってい手紙書くんですよ。で、それで認めるんですよ、ヒトラで、ヒトはですね、さらにですね、生まれてて、ね、 でも意味ののないい命っていうのはあるとだからそれは国家がきちんと葬り去ってやらなくちゃいかんということでね、T4 作戦っていうのを始めましてね。で、ィアガルデン通りの4番地にあったから T4 作戦っていうんですけど、要するにね、これは子供とか病院に行ってるね、この障害を持ってる子供たちをですね、灰色のバスに乗せて、 で、バスで連れてって、どうするかって言ったら、ガス室で殺したんですよ。これがね、安楽死の、まあ、先駆けみたいなもんなんですよね。で、あの、その一番最初のね、最初はだからその安楽死を認めてくれたんだけど、次はですね、話を飛躍して、生きてる命、あの生きてても仕方がない命があるという話になっていくわけですね。だから私はね、まあ、安楽死って聞くとね、ずいつもこれを思い浮かべてしまうからね、やっぱりもうちょっとね、あの、なかなかね、あの、抵抗があるなと。 ということを今この話を読みながら思い出しました。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜まれる方は、記の振込講座よりご支援賜まりますかあるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。